こんにちは、千代川接骨院の山口です。今日は交通事故患者様に対しての特別な専門プログラムについて、説明をさせていただきます。特に交通事故の際に、後ろから衝突されて起こる無重傷について、首が痛いという方の例なんですけども、ちょっと時間が経ってから背中とか腰が痛いとかそういう症状が出ることが多くあります。それはなぜかっていうと、無重症とはそもそも衝突事故が多いんですけど、体全体が無知を打つような状態になることが多いです。すぐに症状が出ずに数日後から痛みが出ることが多いです。もし交通事故に遭った際は、当院は専門的なプログラムがありまして、無知だから、この首だけを見るのではなくって、背中から腰、骨盤に関しても痛みが出るとそれが元で、体の歪みになることがありますので、しっかりと、状態を検査して、この柔軟性ですねを確認して体全体をチェックして、専門的なプログラムを提供しております。プログラムに関して、初期の、交通事故後初期の強い痛みがあるケースはもちろん、痛みが出ていない、けども、交通事故にあって体の調子がおかしいなと、調子が悪いと、また精神的な不安がある方はですね、千代川接骨院までご相談ください。しっかりと治療していきましょう。